ここまで2000地方に来て走ってるんですけれども、まあ、すごいパフォーマンスで勝ってるんですけれども、そんな疲れみたいのも感じないですし、また一戦一戦前にこうなおコンディション上げてるような感じもしますので、ここは本当に狙っていきたい一戦であります。はい、前走の富士のウェーブ記念の最終大切りと比較しても、いい意味で変わりないですし、本当にすがるいフットワークで、折り合いもついて、いい追い切りができました。1004のスピード競馬経験してもまた2000の流れも作れると思いますので、まあ、マークされるかもしれないですけれども、自分の競馬ができればおのずと結果がついてるの来るのかなと思っております。前回使ったね、日にちが短いんで、まあ追い切り1本、まあ佐藤もベテランなんでね、もうパート1本いけばもう馬レースは分かるんで、全然年齢的な衰えはないです。いやー、やっぱ今回はメンバー結構揃ってますね。去年このレース勝ってるから、まあ 2000m ぐらいまでなったらなんとか頑張れるんじゃないですかね。はい、川崎年の後もうすぐにちょっと千葉の牧場の方にリフレッシュに出しまして、まあ、1ヶ月ぐらいでちょうど戻ってこれたんですけども、まあ、リフレッシュはできましたけど、その分やっぱ一息入ると思った以上にちょっとこう馬がちょっとこう緩むところはありましたので、ここを使って次に向けてこう調子上がってくると思いますけどね。去年の1戦目2戦目あたりもそうでしたけど、やっぱちょっと、ね、勝ち馬王冠の時あたりと比べるとちょっとこう動きはまだこうピリッとしないところありますけどね。それでもまあ裏の時ぐらいのイメージにはあるかなと思うので、はい、競馬行ったら頑張ってくれるんじゃないかなと思いますけど、力的にはね、全然その上位だとは思うんですけどもね、はい、ちょっとねリッカルドがねちょっといい競馬続けてますので、あの辺と今回どれぐらいちょっとこの差のない競馬できるかっていうのが、はい、次に向けていい競馬してくれればなと思います。はい。